昨日と一昨日、三原市に2日間限定のカフェがオープンしました。5人のスタッフは高校生と大学生で、将来は接客業をしたいという夢を持っています。しかし入り口にある看板には、注文に時間がかかるカフェ、その理由は、喫音は話し言葉が滑らかに出ない発話障害の一つです。遮ったり推測して代わりに行ったりせずに言い終わるまで待ってください。喫音とは、話し言葉が滑らかに出ない発話障害の一つです。国内ではおよそ120万人。100人に1人の割合です。最年少でスタッフとして参加した井ノ口空さん。広島市内の学校に通う英語が得意な高校2年生です。自分が例えばその答えは分かっているけど、言えないまま終わったりとか、先生が待ってくれなくて、もうすぐに次の人をちょっと指名されたときはちょっと悔しい。喫音には主に3つの症状があります。言葉の一部を繰り返す連発、言葉の一部が伸びる心発、話すときに詰まる難発です。井ノ口さんは小さな頃から難発の症状があります。例えば車ではなく自動車とするなど、苦手な言葉を別の言葉に置き換えることもあるそうです。気づかれないように言い方を変えてちょっと話しやすくしたりとかするので、私も周りから気づかれなかったし、中学校とか入るまで言い換えが難しい状況がだんだん出てくるんですよ。号令とか日直とか、やっぱり話すことを避けられないのがどんどん増えてきて、話すことへの自信をなくし、自分から話す場面を避けるようになっていました。いつかは人と関わる仕事がしたいという夢を持つ井ノ口さん、一つの目標がありました。積極的に話しかけたい。お客さんと交流していたい。午後1時、最初のお客さんがやってきました。言葉がうまく出ませんが、他の人と同じように接してもらえると嬉しいです。質問で言葉が出ないっていうときも、自分としては、最後まで言い切りたいので。言わなければいけない決まった言葉はありません。自分のペースで、自分の言葉で一生懸命接客します。ツイッターでもともとこの時間がかかるカフェを知ってて、フォローしてて、広島でそれが来ようと思って、緊張しなくていいですよとかそういうんじゃなくて、本当に自然に接すればいいんだということも分かってよかったです。自分から話しかけに行きたいと目標を決めていた井ノ口さん、勇気が出ず最初の一歩がなかなか踏み出せません。あの方たち、喫音クイズやってることありますか？喫音知らん人から見たら、多分じゃあ、あそこに喫音クイズがあるのでやってみましょうか。一緒に行く？背中を押され、お客さんの元へ。徐々に
自分から話しかけることができるように。接客だけでなく、同じ悩みを持つお客さんと会話する姿も。興味があるのが心理学なので、なんかこう人とはコミュニケーションして関わりたい気持ちはあるので、そういう方向でいけたらいいなって思ってます。言語聴覚士、職業になりたくて。小中が一番苦しかったので、なぜか高校でこういうちょっと前向きなマインドに変わっていって、本当に悩んでこられたけど、でもこんなに明るく接客されててね、なんかすごい力をもらいました。本当です。ありがとうございました。ありがとうございます。長々すみません。はじめは緊張もありましたが、井ノ口さんにとって大きな挑戦の第一歩となりました。カフェには2日間でおよそ100人が来店。ボードにはお客さんたちがメッセージを残してくれていました。待ってくれてるって環境がやっぱり私にとっては安心できる場所だ。もうこんな場所が増えるといいなって。最初はそのお兄さんたちちょっと声をかけられたらみたいな提案で言ってたんですけど、最後はちょっと自分から行けて、自信がついたなっていうのは思います。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。